オルネラバノーニは、イタリア王国ロンバルディア州のミラノ出身の歌手、女優。ミルバ、ミーナと共にイタリアンポップスを代表する女性歌手の一人である。スケールの大きな説得力ある歌唱で知られ、多くの歌のレパートリーを持つ。ロンバルディア州ミラノの製薬企業を経営する富裕な一家に生まれ、ソルボンヌ大学、ケンブリッジ大学に留学。 その後ミラノに戻り、1950年代後半から女優、歌手として活動。1960年、著名な演出家、ジョルジョ・ストレーレルの指導のもとに舞台女優として本格的にデビューした。歌手としても1961年のチェルカミ・チェルカミやジーノ・パオーリの作曲によるセンサ・ファイン・コイに終わりなくがヒットし、1964年には、 津品講座グランデス的なあなたで、ナポリ音楽祭に優勝する。20代のほとんどは、演劇と音楽の両方の活動を精力的に取り組んでいた。また、サンレモ音楽祭にも連続出場し、アブラッチ・アミー・フォルテ強く抱きしめて、イオティラ・ー・ディピブ生命をかけて、ラムジカ・エフィー・ニター音楽は終わったのに、カーザ・ビアンカ・カーザ・ビアンカ、イテアニーター永遠で、それぞれ入賞している。 歌手としてのキャリア以外にも舞台やテレビ番組、映画への出演、プレイボーイのイタリア語版でヌードを披露するなど他の芸術分野への活動も積極的であった。近年では1970年に彼女の最大のヒットとなったエル・アップンタメントき・アイビキは2004年の映画オーシャンズ12に使用され、また日本では BS 日本の番組小さな村の物語イタリアの オープンエンドテーマとして親しまれている、オルネラバノーニ、1968。ありがとうございます。